はい、対戦相手の方が見つかりました。ディアルガ、ほう、ディアルガは厄介だな。あいつだってコピッタと、でもあれか、ドラゴン等倍だから、いや等倍とか、いや今回こそこれリザードンか、実は。いやリザードンじゃねこれ。ただボスゴドラとかがステロ参ってきたりとかそういうことはしてきそうなんですよ。リザードンから入る。ランドロスもちょっと欲しいか。リザランド、ラスト、ザシアンかな。これでいいんじゃないか。今回こそリザードンだろ。はーい、対戦よろしくお願いします。さあどう来るかな。ディアルガから来た。いやこれリザードンどうなんだ、やれんのかお前。相手は金で炎技は一応等倍で通るんだよこいつで、向こうからの鋼技は半減だから、鬼火なんか打っても仕方ないしな。ここは極炎で攻めるわ。定数ダメージが結構強いというところもあるので、これでいいだろう。考えていらっしゃる。さあどうきますかね。ダイマックスしてくるかさあこれ、いや最悪でもザシアンの圏内に入れてくれればってとこだな。ダイウォールとかを駆使しつつなんとかなるんじゃないか。こいつ大サンダーとかあったとしてもさすがにリザードがワンパンはないと思うんですよね。ディアルガでもこいつやっぱ雰囲気やべえわ。ポケダンのボスになっただけのことあるな。で巨大極炎、うい、あー結構いいんじゃないこれ。弾持ってるからな大ドラグーン。これ半分通るんだろうな。え、こんなにこれ猛火が発動するからパワーが上がる。ここ大ウォールだよな。大ウォールして巨大極炎でいいよね。そうだよ、猛火でパワーが上がるからむしろいいかもしんねえ。こんだけ入るのとか強え。お互い等倍で殴ってるのにこの差は何。おい大スチール。さあ猛火巨大極炎、お前に受かるのか。受かんないだろうな。これモーカって乗りますよね。巨大極炎乗りませんみたいなバグないよな。向こうも大ボールでしのいでくるかな。よし通れ。これ飛ぶだろ。飛ばなくても相打ちぐらいは持っていけるはず。いいですねリザードン。いややっぱザシアンリザードン結構やれると思ったんだよな。いいかもしんねえ。しかもリザードン生き残って相手のポケモン次第では高火力のホロ技ぶっ放せるからかなりいい。カプコケコ、はい。リザ残す理由はゼロじゃないけどあんまないよな。うん、あんまないから。オーバーヒートでいいか。これ巨大極炎にタスキも潰せますしね。10万ボルト普通だな。ザシアンでいいかな。ここランドの方がいい説もある。いや基本ザシアンで上からぶったたくでいいはず。スカーフコケコンに上取られるとかがあるけど、まあ多分大丈夫でしょう。でこいつは電気タイプだけどフェアリーが入ってるんで居住山が等倍で通りますね。いやリザードマジで仕事してるな。ポケコとか一応タスキを警戒しなきゃいけないポケモンだからそこを気にしなくていいのはかなり助かる。で裏が誰でも結構有利だよね。ボス後の場合でもザシアンで削ってランドの地震で仕留める動きが取れるし、ミミッケも居住山居住山でいいでしょう。今回は壁を張らない展開にしたけど、あら強いて言えばカバルトンがちょっと鬱陶しいか。 OK、 これでポケコは突破。
あ、いいですね。このリザの巨大極限で荒らしてから、ザシャンが仕留めるやつ。まあ、これ反転術式ではないけど、術式をコピーした感じはあるな。これ人のパクってますからね。いつだかの動画で相手にボコられたのパクってるだけだからな。インファイトで。こいつもあれか、イバンか。もう最近なんかイバン出られまくってっからな。まあでもここもイバンが発動したところでどうにかなる状況じゃないだろ。うい。で、頑丈ですよね。さあ何言ってくれ。ザシャワンパンできる技ないだろ。メタル、あ、それがあった。これ仮にイバン発動してもランドワンパンってありえないからな。だからまあ大丈夫でしょう。え、なんかこいつランドワンパンできる技ある。待って、こいつレインチ覚えるのか。レインチあったとしても威嚇が入るから大丈夫じゃね。無理ですか。え、こいつ 100% イバンでいいよな。最近だってイバンやられまくってるもん。こいつは100イバン。自信で。メタルバースト切り替え必要あったかもしれないな。より確実に行くんであれば。だから、居住山とかでお茶を濁して、つっても微妙だよね。微妙な、じゃれつくが一番良かったんだろうけど、そういう意味では。やっぱイバンだ。まあ、ワンパーされないだろう。モロ刃の頭突き。絶対飛ばないだろうな。弱対戦ありがとうございました。弱こんなもんか。はーい、対戦相手の旗が見つかりました。化身ボルト、そしてレイジューランドのボルトランド。いいですね。ドラパルトとか使ってるやついるんで、いや、いるな。ドラパルト普通にいるわ。どうしようかな、これ。またリザードンで荒らす展開やるか。それか、ラプラス。まあでもラプラスで良さそうだな。ラプラスザシアン。メタンモ。メタンモはいらんか、でも。ラストが悩ましい。ブリザポスを考えると、リザードンを一応出してもいいのかもしんないのか、これ。ただリザードンダイマックスできんからな。まあでもありか。はーい、対戦よろしくお願いします。さあ誰から来るか。ランドロス、まあ有利対面ですね。これブリザポに引いてくんのかな。どうしようこれ。リザードンダイマックスの展開もすげえありな気がしてるんですよね。壁を張らずに初手の対面によっては壁も考えたけど、歌方のアリアでいこう。ブリザポスをリザードンでぶっ飛ばして一気に試合を決めに行く。引いてきた。誰だこれ。あ、やっぱそうだよね。順番一体緊張感。はい、あー、ちょっとラプラスのもったいないことになるけど、これ初手の対面とか次第ではありかなと思ったんだけど、お、ちょっと結構削ったね。歌方のアリアで今のあんだけ有利対面を作っちゃうとブリザポスをポンと投げられそうで、壁ターン稼がれるとか普通にあったのでやんなかった。だからもっと微妙な対面、エースバーンとかだったらダイマックスしてたんですけどね、初手の対面が。そもそもラプラスを出さなければって話もあるんだけど、ラプラス自体普通に刺さってんだよね、相手のチームに。ダイマックスを使わなかったとしても結構やれる相手が多いランドロスに、一応ドラパルト、ボルトの技も一発耐えるだろうし、あとはナットレイの前でクソゲーも仕掛けられるから、ラプラス自体は結構取ってるんですよ。インファイト、はい、耐えた。これ耐久下がるとこに水技入るし、絶対にリザードンの圏内に入りますね。相手もしかしダイマックスしてこねえな。温存してんのか。でここ生き残るとしたら絶対レードリーや。ここで身代わりは絶対ありえないし、やってくるとしたらナットレイ交換ぐらいだったんでクソゲーでいい。耐久2回下がってるし、これダイジェットからでいいだろうな。さあここであえてダイマックスさせなかったことがいきそうだぜ。ランドロスで威嚇されることを考えたら、ここはリザードンからでいい。だけどあれだな、
相手のランドにそのまま負ける展開ありえんのか、これ普通に壁張ってないからだランドのダイマックス残ってるのちょっと危険だぞこれ。ダイジェット、いやランドって岩技持ってるかな、でも岩技を押してくるんであればジェット押せてないから最悪ザシアンでなんとかできるけど、まあ、ここでダイジェットを押すことによってランドの前でダイジェットじゃなくて極炎から入っていけるからこれでいいはず。極炎の継続ターンも有効に使えますしね、まあ、今回リザードン回になる予定だからな、頼むぜリザードン。なんかちょっとした活躍しかしてなかったからな。いやリザードン結構前はあスカーフへえ珍しくないですか。いやわかんない、これまたにわか発言になっちゃうかもしんねえからな。いやスカーフバトリックスなんか基本なんですけどみたいな、また怒られちゃうかもしんないから、いやこれよくいるやつだわ、よくいるやつこのスカーフバトリックス、有名な人が使ったやつですね。だからね皆さんも警戒しましょうスカーフバトリックスで、多分ランドロスだよな、で多分ランドでダイジェットを狙ってくると思うんだよね。ダイロックだった場合はちょっと美味しくないけど、極炎でいいはずで、ちょっとダイボールランド来た場合にダイボールするかが若干悩ましいんですけど、多分2回ダイマックス技打てた方が、打つかどうかともかく打てた方が有利になることが多そうなので、ランドか違うな、誰だこれ、はーん前か、俺に打ち勝てると思ってるのか、いや負けるかも、どうだろう、玉大ジェット2回でどうなるかですよね。ドラパルトとかな、昔はすげえ圧力を感じたもんだけど、金点がこんだけ多いとこいつももはや一般ポケモンだよな、なんか全然その脅威を感じない。ランド残されてね、まあでも相手からしたらこっちがザシアン選出してんの分かるからランド残さなきゃいけないんでしょうね。ラストにドラパルト残しても絶対勝てないからな。とは言ってもドラパルトでリザードに勝てるかどうかも微妙、え大魔をしてこない、ああなるほどそういう系が、うわこれ潜られたら厄介だな、潜ってくれ電磁波、あそれはいいや、2回ジェット積んでて素でランドより早い、ここで潜られたら厄介だな、極変が打てないでも潜ってくるよね、でも電磁波だから畳目の可能性もあるか、できればね極炎押しておきたいんですよね、ランドに対する打点として。畳目 OK、 これさいい感じに死にかけてくんねえか、全然死にかけてくんなかった、やばいこれランドにダイジェットされちゃうな、でもあれかモーカが発動するから、いや待てよこれ鬼火じゃね、ここ鬼火でパワー下げれば、仮にダイジェットからのダイヤースを食らったとしてもザシアンは耐えられますよね。で継続ダメージと居住山で倒しに行く、鬼火の方がいいか、ここオーバーヒートぶつけるより、これでいこう、ジェットでスライス上取ってくると思うんですよ、継続ダメージもあるから、いやここなんかモーカーオーバーヒートと悩んだけど、でもオーバーヒートでワンパンは絶対無理だからランドロス、あーこれしかない気がせえ、だからここでちょっと動けないのはマジで勘弁頼めー、ラムとか持ってないだろうな、うーわマジか、これジェットで負けだよな、いやダイヤースをタイに行く作戦自体は間違ってなかったと思うんだけど、まあリザード相当頑張ってはくれたからな、一応あれかこれ抜かれてなければってところか、あーマジでちょっとこれはな、でもまあだからといって居住山一発でランドが落ちたからでいうと微妙な気もするからな、
継続ダメージ込みでいけたかどうか厳しかったかもね。それでもそれでも厳しかったかも。あ、ただランドってどこまで素晴らしく振ったらザシアン抜けるんですか。なんかあんま考えたことなかったな、ランドよく使うのに。なんか抜くよりも今回受ける感じのランドを使ってるから素早さはあんま意識したことがなかったわ。そもそも抜けますよねランドって、スカーフとか持ったら。これスノースバースは91族だからどうなんだっけ。今さらそんな話すんのかって話だけど、まあ多分めっちゃ振ったら抜ける。あ、これでも逆に悔しいな。鬼火が当たってたらさ、これ多分2回殴って勝ちだったろ。あ、たかマジで鬼火お前マジでなんだお持ち物。まあ負けですね。大地さんありがとうございました。まあ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 、仕方ない。リザードン頑張ったからな。あいつは頑張ったよ。ありがとうございました。でもこれだったら別にオバヒでよかったのか、結果論。